何これ、またゲーム始まりました。魔女に姿を見られないようにダイニングルームを通過してください。魔女と戦うことはできません。注意、ハンスは身を潜めて俊敏に動くことができますが、ベルはゆっくりしか動けないため難易度が上がります。なるほど。とりあえずセーブ。これは難しそうやな。どうする、そりゃ自分が行くでしょ。ベルなんかに行かせてたまるか。ベル、二人同時に動くのは危険だ。俺が先に進む。お前は後からついてこい。うん、わかった。よし、行くぞ。これどうすればいいんだ、どういう展開になるか全然わからん。なるべくテーブルの鍵に隠れながら進めば気づかれることはないだろう。はいはい。くそ、なぜこんな時に、なぜこんなことに。おーおーおー、すごいな。もう完全にメタルギア的な展開になってるわ。これ難しいな、これ。けど、魔女の移動ルートが大体決まっとんが。こっから移動しなあかんのやな。三つある入れ物の一番右のところに行かなあかん感じかな。ああー、見つかったあー、誰、お前が誰、お前が誰やー。マルガレーテ、あー、マルガレーテにやられた、マルガレーテにやられた。ナウ、てか魔女のさ顔が見えてなかったけん、どっち向いとうってか分からんのよな、これ。これベルが先に行ったバイトで、もしかしてエンディング変わったりするんかな、もしかして。テーブルの影ね、影はいいけど、ああ、ここまで来たらなんかベルを呼ぶかって出るんじゃ、見つかるんちゃう、これ決定押したら見つかるんちゃう。魔王ロックオンしてない、こっち行けるんかな。一旦ベルを呼ぶか。ベルに合図を送った。ベル来たー。ベル小さいけん普通に書かれるんや。てか、お前、ハンス、お前見つかってないよ、それ。いける、お前。よし。椅子で隠れとん、これ。木箱の陰に隠れながら進む。が、格子にたどり着くまでに、あいつが、途方に振り向いたら終わりだな。身を隠せそうな場所は。むずー。とりあえず椅子のとこにおった方がいいかな。椅子隠れれどん、これ隠れれどうかがすっごい心配なんやけど、いけたな。あ、こうしとけばいいんちゃう、これいけるんか、いけるんちゃうかな。こっちまでこんかったらいけるけど、いける。よっしゃ、そのまま行くぞ。おっしゃ、今だね、一歩すって戻ったん。え、何これ、石、石板、石の床が割れている。踏むと音がするかもしれんな。あかんな、それそれはあかんな。ルートこっちから出ていくパターンでいかなあかんのか。よっしゃ、いけ、急げ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 、あーあー、わーわーわー、マルガレーテやめて、マルガレーテやめて、マルガレーテやめてチョップ、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 やめてチョップ。クソ野郎。別ルートで行かなあかんのじゃ。そうか。ドンドドンドンドドンドドンドンドドンドドンドンドンドドンドンドドン。よし、行くぞ。ここいつが行けるってことはさっきので分かっとうけんな。とりあえずもう一回イベント起こしてさ、あれどこやったっけ、こっちか、イベントこっちやった。でこうしたらこうなったわけやな。これこっち行けたりするんかな、行けるっぽいわとりあえずここに立てこもっといて、隙を見て、レッツゴー。そこも
そこもかよ。どうすればいいこれ。窮地なんやけど、どうすればいいこれ。音を気にせず行ったのか。ああ、行かせてくれん。強行突破なし。オッケー。じゃあどうすればいいよ。思いつかんけど。なんかないん？打開策が他になんかあるパターンなんかな。魔女を潰しにかからなあかんとかそういうパターンなんこれ。そんなわけないよな。飛び出すタイミングを測らなあかんタイプこれ。あー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 、左向いた瞬間にボーンって襲うかと思ったら早かった。ダメだダメだ、マールが出て、やめてチョップ、やめてチョップ、やめ。これ思ったけど、ベル読んだ意味あるんか、このタイミングで。ワンダー上場してる。あー、こういう選択肢あるんだよな、撫でよ。乱暴に撫でられ、くちゃくちゃになった髪を、ベルは落ち着かない手つきに直している。ハンス、女の子の扱い、分かってない。ごめんよ。ごめんよ。どうしようかな。どうしようかな、これ。全然わからんけど、とりあえず強行突破はいかん感じやな、これ。どうする？きっちり左向いた状態で通ったら間に合うんかな、これ、もしかして。そこだ。間に合ってくれ。あーん、あーん、あー、なんか、なんかが必要なんじゃ、なんかが。わあ、丸がれて、やめて。これ、ベルに先に行かせたらどうなるんこれ。え？ハンスは？もしお前が見つかりそうになったら、見つかる前に俺が後ろから奴の注意を引いてこちら側に誘導する。仮に俺が死んでも、お前が逃げるくらいの時間を作ってやる。安心しろ。怖いことを言わないで。俺は可能性の話をしている。そうなるかもしれないと思って進め。もしお前が俺をしなくせたくないと思ってくれるなら、何が何でも見つからずに逃げろ。わかった。頑張る。ああ、これちょっとダメなパターンそうな気がする。一人にしないでね、ハンス。魔女に見つからないように。見つからないように。見つからないように。なこれ、白いテーブルクロスは床まで届いている。見つかりそうになった時には隠れることができそうだ。どういうこと？マジでようわからんけど、なんかメッセージが出る。一応この範囲は大丈夫そうですよって感じですな。とりあえず椅子ゾーン、あ、こんなとこまで来れるんだ。ここ来たってあんましょうがないんやけどね、実際のところは。こっからですよ、こっから。どうすればいいかな。いや、ハンスが間に合わんのだったら多分無理だと思うよな、ここ。上、右、上って言っても。何か打開策があると思うんやけどな。もしベルがこっちのルート通ろうとしたらどうなるかってのやってみよう。あー、注意せずにベル気づかんかった。音を立ててしまった。どうしよう、気づかれた？魔女は気づいた？ハンスには聞こえた？仮に俺が死んでもお前が逃げるくらいの時間は作ってやる。安心しろ。うん。物音はハンスには届かなかったよ。おい、ハンス、耳栓しとんか、お前は。魔女は気づいてないよね。気づかないで、お願い。あ、気づいて近づいてきてるやん。近づいてきてるやん。誰？そこにいるのは。わーわー、ベルリーナの、ベルリーナバージョンのやめてチョップ。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 やめてチョップどころじゃないだろ、これ。チョップどころじゃないだろ。嘘やろー。
多分ハンスで行った方がいいと思う。これはハンスで行った方がいいと思うわ。かといって何？どうすればいい？別ルート探してみたろうか。あ、いや、こっちは行かせてくれんの。近づきたくないな。その通りやな。確かにその通りやな。で、ここでベル呼ぶんやな。なんかすごい可愛らしいよな、これ。なんかないんかな、これ。身を隠せそうな場所か。ハンスが笑った？ありがとう、ハンス。それだけやな。イベント的なもんはそれだけだったな。隠れれそうな場所か。木箱の中で隠れれるもんやろうか。なんもないか。ないな。そうやな。この箱のところとかどうなん？あ、いけた！いけるんじゃん、これ。音立たんかったな。意外にも。で、おぉ、やった！やった！やったわ。よし。行くぞ、ベル。ベルに合図を送った。今度はベルの操作か？あ、ベルは普通に行けた。飛ばしおった。飛ばしおったで、イベントで。よかった。何度か行けたわ。よかった。早く行きましょう。ほんとほんと、早う行こうぜ。ああ。お前、一人で家村に帰れ。え？ハンス、一緒に？言ったはずだ。俺はまだやることがある。お前と一緒に行くつもりはない。妹さんを探さなきゃいけないかな？ああ、そうだ。でも、あの牢屋からここまで一本道だったのに、他に誰かが捕まえられていそうな場所なんて。ハンス。ああ、誰だ？誰だ？あれ？お前、え？やめてチョップの時に出てこんかったっけ？違う人か？ハンス、待って。どこに行くの？マルガレーテ。マルガレーテ？マルガレーテ？この人が？フラッシュ！マルガレーテフラッシュ！どうした、マルガレーテ。あ、マルガレーテこんな力持っとったのにいつもいいか。またか。は、ハンス、いるの？ん？いるだろう、目の前に。ねえ、ま、真っ暗だよ。何も見えない。どうなっているの？お前、目を開けていないのか？ははは。なんか周り回りよるぞ、こいつ。名前はさ、何やったっけ？あ、開けてみたよ。でも、何も見えないんだもん。怖いよ。ベル、焚き木の燃える音が聞こえるか？聞こえるよ。近くで燃えているの？でも、あったかくないよ、ここ。魔女の世界では、熱や匂いなんかは感じないらしい。お前の場合、どうやら光も感じないようだな。個人差あるん？それとも子供とかそういう感覚、関係かな？魔女の世界？意味がわからない。怖いよ、ハウス。ベル、お前は、ヒースと、ここで待っていろ。俺がこの空間の出口を探してくる。え？安心しろ。お前を置いて逃げるつもりはない。わかった。ヒースと待ってるね。ああ。ヒース、ベルを頼んだぞ。勝手に承知の好き！焚き木が気になるところ。パチパチと薪のはぜる音がする。暗黒の、暗闇の中に唯一存在する明かりだけだ。暖かさはない。これはまた下の方に行ったら日記とかありそうなパターン。なんこれ？なんかあるこれ？髪の切れ端？おそらくまたマリアの日記だろうが、これだけでは読めないな。切れ端 B を先に手に入れてしまったよ。 A とかあるんやな。あ、戻ってきた。こっから左。おっと、これは A かな。幼い子供の文字ではないな。ちょっと、なんだろうな、これ。これだけじゃ読めんのか。
C とか D とかあるっぽいね。あ、戻ってきた。ってあれ？なんこれ？読みたら本あるでこれ。先ほどまでなんか何もなかった空間にポツンと一冊の日記帳が落ちている。マリア・マグダレーネの日記、17歳。ところどころ破れていて正確に読むことはできなそうにない。で、 A と B だけじゃないんやな。切れ端を全部集めてくるしかないか。斜めに移動してみる。おっと、 C かな。これはお菓子の家に男がやってきた。なんか俺のことを言われてるみたいな気がする。ハンスはそう思った。そして戻ってきた。でまた左下の方に行ってみることにした。あれ、それとももう C で終わりなんかこれ。どうかな。ああ、まだなんだ。どっかに D とかあるんやな。え、なんかちょっと見えたか。見えた、これだ。子供ができた。 D 確保。これいくつあるんやろ。とりあえずいろいろ探してみて、本のところまで戻ってきたらちょっといろいろ調べてみる感じかな。どうだ。あ、読めた。読めるんじゃ。嫌な噂を耳にした。最近森の中で遊ぶ子供を見かけないと思ったら魔女が出るという噂が流れているらしい。行方不明の子供が増えてきたので森に入らないよう大人が子供たちに言っているようだ。余計なことをしないでほしい。私の楽しみを奪うなんてひどい。人間を食らうなんてひどい。やけどな。またあの柔らかい子供の肉を食べたいな。お肉を食べたいな。はい、タケコちゃうな、これちゃうな、絶対ちゃうな。干し肉ももうすぐ全部なくなっちゃう。どうしたら子供が来てくれるかな。気持ち悪い。森の秘密の家に男が3人やってきた。近くの村に住む体格のいい大人の男、あのエイミーのパパもいた。あとは知らない男。魔女狩りだと言ってきたので驚いたけれど、泣いてみせたらあっさり騙されてくれた。男なんてみんなバカだと思ってたけど本当に簡単だった。体も汗も嫌な匂いがした。舌の感覚が肌に残っていて気持ち悪い。だけどおかげで久しぶりにごちそうにありつけた。一度に3人だもんな。食ったんじゃ、結局食ったんじゃ。あのその男も子供の肉とはだいぶ違うけど、これでしばらく食料には困らないわ。俺らが困るわ、それ。聞いてどこを反応すればいいか。子供ができたみたい。父親は、あの三人のうちの誰かだろうけど、入信しちゃってんのかよ、お前。おいおいあの三人食う前に何やったんや、お前。あかんよ、もう。この動画の視聴者は子供おるかもしれんのぞ、お前。やめてくれ。そんなこと、パパにも、おばあちゃんにも言えない。村を出て、あの森の秘密の家で暮らそうと思う。森には水も、食料もある。一人で暮らしていける。子供が生まれたら一人じゃなくなるから、寂しくないし。もし可愛くない子だったら食べればいいものね。それダメじゃん。お前な、お腹を痛めて産んだ子だろ。いたわれ。ああ、ハンス、ドン引き。魔女、マリア・マグダレーネ。なんか回想シーン入りましたよ。回想シーンつうか回想のエリア入ったよ。ねえ、ヘンゼル。ヘンゼルは大きくなったら何になりたい？僕は別に。嘘つき、何も考えてないことないでしょ。僕はママとグレーテルと家族みんなで一緒にこの家で暮らせたらそれで。うふ、ヘンゼルって本当にバカね。そんなことをできるわけないじゃない。どうして？だって食べられちゃうからよ、あなたも私も。運命感じてんじゃん。魔女に運命感じてんじゃん、お前。どうして？どうして？
答えなど分かりきっている。ヘンゼル、お前が、す、んす、ハンス、今の話から聞いて、もしかして、グレーテルがもしかして、魔女やけん？お、戻ってきたんですね。ベル。よかった。呼んでも呼んでも返事がないから、いなくなっちゃったのかと思った。ああ、すまない。大丈夫。何かあったの？いや、何もない。気にするな。ねえ、ハンス、何か聞こえない？焚き火の音が聞こえるけど何か？何がだ？オルゴールの音かな？さっきから急に。聞こえとるかな？え？ないけどな、焚き火しか聞こえんけど。そこが出口かもしれんな。歩けるか、ベル。うん、少し怖いけど大丈夫。オルゴール聞こえる？これを掴んでろ。腰に巻いている、布の端をベルに握らせた。いいな。行くぞ。うん。優しいな、ハンスは。というわけで、まあ、今回は時間なんで、ここら辺にしようかな。みんな、勢ぞろいです。というわけで、記憶するファイル10。第何章になったの、これ。第5章、魔女。もう魔女の話で魔女って来たからにはもう最終章はめちゃくちゃ近いでしょ。これがそうかもしれんし、第6章が最終章で出るかもしれんし、とにかくもうすぐもしかしたら物語が終わるかもしれんって状態かもしれない。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ、この動画を最後まで見ないなんてやめてちょっ。暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録がしたいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくる。